我が輩はご主人の猫なのである玉城団子我が輩は猫である。人間の朝は少しだけ時間軸が違うご主人の口癖はあと5分だけ誰に言っているのだろうかといつも思う。 その後はせわしなく家の中を走り回るのだうっかりしていると餌を忘れるご主人だから我が輩も負けじと足にすり寄り喉を鳴らす一戦交えてやっとカリカリを食べられた我が輩は猫であるからして気まぐれであるご主人が仕事とやらに行く前になると 吾輩のお腹に顔をうずめて、行きたくないと、駄々をこね始めるものだから、遠くを見ながらしばらくの我慢。もう一度言っておくが、吾輩は猫であるからして気まぐれである。だけど、ご主人の本音を聞くのは、吾輩の役目なのである。しぶしぶ出かけたご主人を窓から見送って、ここからは、 通常の時間の流れが返ってくる誰にも邪魔をされずに好きなだけひなたぼっこができる天国だああなんて自由で最高でつまらないんだろうご主人が帰ってきたら今度はお経のような愚痴が始まる我が輩を抱きながら時折おでこをくっつけて これがまた長いのなんのって耳にタコができるほど同じことを言うわずらわすぎて心地いいからそのまま続けてなんだかんだ言いながら明日の準備を始めるご主人を横目に愚痴を聞いたご褒美のカリカリを食べている抱き枕にされながら眠りにつくのも暑苦しいが 話すのはお断りだ。吾輩は猫である。自由気ままに生きてゆくのがニャンセよ。これはすべて吾輩の望み通りの生き方なのである。吾輩は猫である。今朝のご主人は、あと5分だけとは言わない。 むしろ吾が輩よりも先に起きてああでもないこうでもないと鏡の前に立つなのに吾が輩の餌を忘れることだけはいつも通りなのは一体どういうつもりなのだと泣いてやったいつものように一戦交えたあとやっとカリカリを食べられたまだ全部食べてもいないのに ご主人はわがはを抱きかかえてため息をつくなのに顔は笑っているものだから暑さにやられてしまったに違いないわがはは猫であるからして賢いのである小さな四角い奇妙なものを指で器用になぞるご主人はふりしそうだ突然奇妙なものから音が鳴り驚いた もう一度言っておくが、吾輩は猫であるからして、賢いのである。本当はご主人に何があったのかを知っている。前にもこんなことは何度か起きた。こうなるとご主人は、陽気な音楽のように、言葉のマシンガンを撃つ。吾輩は、足音も立てずに逃げようとしたが、ご主人がシュッとやってきて。 捕まった「何でもいいが今度は泣いてくれるなよ」「我輩のお腹をびちょびちょにするのだけは勘弁だがどうしてもというのならば仕方がない」「ご主人に好きな人ができたぐらいで焼きもちなど焼いたりしない」「ただちょっと呼ばれても返事はしないしカーテンに爪を立てて破るくらいだ」 我が輩は猫である。自由気ままに生きてゆくのがにゃんせいよたまには我が輩の望みどおりの生き方じゃない時もあるされど我が輩はご主人の猫なのである